子どもの日の今日は24世の一つ立夏暦の上での夏の始まりでもありました夏の兆しを感じるような暑さになりましたね今日の最高気温です京都や奈良、彦根や舞鶴などを30度近くまで気温の上がったところもありました兵庫県の豊岡では30.1度まで上がって2日連続の真夏日になっていますただ大型連休最終日の明日にかけて天気は下り坂です 現在の雨の様子を見てみますと、すでに西の方から雨雲が迫ってきていまして、九州や中国地方では雨が降り出しています。明日の予想天気図です。明日は前線や低気圧が日本付近に近づいてきまして、南風も強まる見込みです。沿岸を中心に風が強く吹いて湿った空気も流れ込んできそうなんですね。そして。 西から夜にかけて寒冷前線が近畿地方に近づくため雨が強まったり雷の鳴ったりするところもあるでしょうでは明日の雨の予想です早いところ北部などでは明日の朝の時点で雨が降り出している見込みです時間を進めていきますとじわじわと雨雲が近づいてきて 近畿地方、広い範囲で昼頃からは雨になる見込みです。夕方から夜にかけて雨足が強まったり、和歌山県内などでは激しい雨、バケツをひっくり返したような降り方になる恐れもあります。では、明日の天気です。明日は広い範囲で次第に雨が降り出す見込みです。お帰りが夜になるという方、ワイパーをかけても見通しが悪くなるような恐れもありますので、U ターンなどお帰りの際はお気を付けください。 予想気温です今夜は冷え込みそれほど強くありませんけれども日中今日ほどは気温が上がりません今日半袖で過ごせたという人も明日は長袖をお勧めします週間予報です連休明けの火曜の朝にかけて雨のところが多いでしょう雨の後は少し気温が下がって水曜木曜と平年より気温が低くなりそうです